ください。内勤ですよ。あ、ようこそ。よろしくお願いします。ゆりひめきです。はい、こんにちは。はい。今日はゲストで、ごめんなさい、ちょっとイケメンじゃない二人連れてきちゃったんですけど。ちょっと。そんなことねえよと。そんなことないです。うん、で、ケイとヒロキのやつ ID 逆、配置逆なんで変えてもらっていいですか。これ、これが、こう。いやいや、ヒメキはね。僕合ってます。僕合ってますからね。失礼しました。ケイ、ヒロキ、くんと、ケイくんでーす。イェーイ。今日はね、ちょっとおじさん会。おじさん会です。やった。ちょっといろいろ変えるんで、ちょっとその間長いやつどうぞ。はい、はい、どうぞ、長いのどうぞ。長いのどうぞ。始まった。毎回俺のタワーマンションネタが出てくるんだけど、これなんだこれ。誰っすか。いやいや、もう全然っすよ。いやいや、タワーマンションって何階行くからなの、みんな。イメージ的にも、そう、イメージ的にタワーマンションって何階からのこと言うんだろうね。まあ2桁超えてきて、まあ20何とか頃。確かに。ああ、20何とか。あ、そんなもん。ひめきさんは40、50言われてますよ。まあ、ね、40回、うん、指定はされないです。なるほど、わかりました。蚊は出ないね。なるほど。蚊とかゴキブリとかいないね。あ、まあ、そんぐらいじゃないのかな。もうそこまで進めないぐらいですね。あ、蚊とかね、ゴキブリはちょっとね、息できないよね。息できない。息できないね。まあ、高くて息できないからね。景色は綺麗ですか。いえいえ、汚ねえ街だよ。なるほど、汚ねえ街だよ。なるほど、ひめきレベルじゃないと住めないって言われてますよ。中野はね、中野ね。中野なんですね。中野に40回ないからね。そうですよね。大したもんじゃないです。全然東新宿とかかと思ってます。いえいえ、もっともっと汚いじゃん。汚くね。住んでる人いるかもしれない。はい、やめなさい。ちょっとじゃあとりあえず乾杯しましょうか。そうですね。はいはい、いただきまーす。いただきまーす。はい、いただきまーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすごいテキーラのロックね。ね。やっぱシルバーは味違いますね。やめなよ、やめなよ、やめなよ。本当ブランデーのロックですけど。ブランデーロック、かっこいい。本当にブランデーあるけど、なんならって。おじさん会違いますね。おじさん会ね。え、おじさん会いくつなの。俺がじゃあ28、25です。今年33です。わーわーわーお世代がおじさん会。お前が平均年齢上げてんじゃないの。もう間違いないですね。ふざけんなよ。なんか今日ゲスト2人呼んで、なんか嬉しいことにさ、2人で、まあ、ツイッターでどっちもさ、出るんだよねとか書いてくれてたの。なんか嬉しいなとか思って見てたんですよ。で見てたら、ひろきはね、はい、初めて出る夜姫木わーって書いてて、かわいいな。テンション上がりますからね。かわいいなと思った。かわいいですね。で、K は、K も書いてると思った。ピュピュって見てた。はい、夜姫木出ますー。そこまで良かったんだけど、う、うん、髪もしてないし、髭も剃ってないし、なんなら歯も磨いてないやって書いてあって、もうふざけんじゃん。そこまで書いてある。読み直してください。僕のツイッターを見てください。詳細は詳細は、はい、そこまで書いてない。びっくりした。なんならチンコも洗ってないやって書いてある。洗ってねえの。おお、今日入り忘れます。何してんの。ひろきちょっと動きます。
いや近いわそっちもなんで重なってきたんいやちょっと生理的にびっくりしちゃうわ意外にだからもうおじさん枠っすよおじさん枠ですねもう平均年齢が一人によってこう上げられたせいでもうおじさん枠だよねもう今、うん、82ぐらいになりますよね、うん、なんかけどあれよねその単発に囲まれてこのちょっと若っぽいじゃん見た目、うん、意外にね、25なんだそうですもうね僕も今初めて知りますもう25っていう感じはしないですよね、うん、俺も初めて知った20なんだそうですそうです、うん、25なんだっていう意外と中身しっかりしてる可愛いおじさんですああそれ狙ってんのやっぱまあちょっと可愛いおじさん枠狙ってんのもういいお兄さんはいけないなと思って可愛いおじさんになります僕は。めんどくせえな。なんでですか。いいじゃないですかそこ。なんかやっぱどうなんですか、うん、リスナーさん的にはどんぐらいがいいんですかその彼氏にするんだったら。ああ聞きたいですね。理想年齢的な。まあ理想年齢だけなんかちょっと数字だけ書いていってくださいよ。うんうん。僕らそれで一喜一憂するんで、本当にね。うん、33来てますよ。だから見てる側の方も、うん、男性の方も女性の方も、うん、数字だけ書いてってください。ただ、反応しないですけど、とりあえず気持ちとしては一喜一憂しますから、ね、一応ね。一応ね。めっちゃそういう感じで、うん、そうしましょう。平均年齢ね、30歳だからね。そうですね。このせいで。一応14。国が許さねえわ。いいんじゃないなんかその、うん、そういうのも。なるほど。年齢の話で今奥とか出てるんですけど大丈夫ですかねこれね。奥？奥って。あこっちの方が早いですね。俺の年収1億か。うん、なるほど。あー。わー。わーい。わー。気がないよ。これが強引に会話を流すってやつ。間違いない。行ったとってなんか生まれんだこれもう。なんかじゃ何やめようもん、まあ、でもやめなさい一応でも25からまあ30くらいがちょうどいいっぽいですね、うん、ああまあいいじゃんなんかやっぱさそのあれよね、うん、ちょっと年取ってくる男性の方がなんか魅力的だなみたいなとこあるよねもうおじさんだからもうしょうがなくこの話すると、うん、確かにうん、もう嫌だもんね23とか書かれるともう確かに嫌っすねあの頃の気持ちを覚えてないですもん、うん、あ、23の時のはいあもう覚えてないです覚えてない2年前、なんなら2年前の前2年前は覚えてないお前自分考えちゃいましたもん11年前確かになんなら僕11年前確かに俺は覚えてないですあいや2年前は覚えてるでしょあ2年前は覚えてるもん2年前は覚えてますよ俺だって11年前って言ったらだって17歳17歳は覚えてねえわですよね17歳は覚えてないわ14歳覚えてないっすわね14歳って14歳覚えてないっすわ毎日女にしてただけでしょ、まあ、たしなむ程度にはたしなむ程度に いや14歳の男子が女にたしなんでたらお前もう何になってんだもんも本当に僕昔から2回戦できないんですあそうなそういらない？もう全然そういう話気持ち悪いわ。お前のもうあれはもう本当無理だ。23って書くなだからもう。23とか書くし、33とか書くしもう。そうそうそう。きついわ。なんなのもう、うん。割と2回戦の話食いつきます。意外にね。意外に好きですね。まあそんな話どうでもいいんですけど。まあちょっと一応ねやっぱり夜姫劇なんで、まあ、ね、なんで呼んだか的なやつも一応ありますよ。お。うん、一応ありますよ。大事ですね、はい、まあその33歳ねそうですね33歳最近昇格しましておっよいしょやったありがとうございますってことでセレスの方でねおイベントをやっちゃいますとイエーやっちゃいますやっちゃいましょう何日でしたっけ3月21日です。ああ321で。321、覚えの33歳。321の33歳ね。321の33歳。ああ、オッケー。覚えやすい。ありがた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 い。本当に。ありがたい。33歳が3月21日の33321、はいみたいな感じね。はい。そうですね。オッケーオッケー。ボーンみたいな。オッケーオッケー。なるほど。オッケー、わかりやすい。すごくわかりやすい。嬉しい
ですよね。33でこういうことをやってくれるっていう。あ、まあ、嬉しいね。ああ、確かに確かに。だから世のね、一般男性の33なんつったらはい、ね、未婚者だったら、まあもう、細々と生きてる。そうですね。もう合コンも誘われないと。うん、もう一線退いてますよね。うん、そうです、ね。別に、友達もいなくなりだすと。確かに。間違いない。周りは既婚者と。はい。より、寂しくなると。うん、そうです。遊び相手もいない年頃ですよ。残ってることが、だからもう風俗とパチンコやと。連絡先は部下だけ。うん。おめでとうの LINE も来ないわ。上司からメールが来るぐらいの。そうですね。おばあちゃんから電話が来るぐらいの。33歳。僕らは違いますよ、もう。違いますから。お祝いしてもらえます。生放送出ての、そうですよ、若い子にふわーとか言われての、結婚おめでとうのくだりがあり、この間見たんですよ、こいつのカレンダー、携帯のカレンダーこそっと見たんですよ。うどうやらあさって女の子を空港まで迎え行くそうです。えっ、えお前彼女いるやないか、お前彼女いるやないんか。いや彼女どこ見てんすか。もう別れたんか。どこ見てんか、こっちなんか聞こえました。100% 聞こえてますか。なんか聞こえました。びっくりした。カレンダーが、カレンダーのこの文字の系統で初めて俺ピンク見たもん。え、何このピンク。いや、もうピンク大事。空港って書いてあって。ピンク空港。お前空港ってなんだと。いや、友達を迎えに行くだけです。どこ見てるんですか。もうそれはもう。羽田空港。いや、俺は行かねえよ。俺は行かねえわ。俺は行かねえけど、お前のとっさの友達っていうね、フレーズに俺はちょっと悲しかったよ。確かに。女って言えないんかと。女です。えっ、イエーイ。こんな暴露したとこで。ところで。俺らも楽しいですけど。楽しい。あとで君が修羅場になっても僕は知らないですから。そうそう。あ、本当ですか。もし修羅場になった時は、来て。これ多分あれですよ。止めてって言いますよ。止めてーって。止めてータワーマンション行くよーやめなはれやめなはれほんま。もう困ったらタワーマンション行こうよ。ちゃうでと。ということで、3月21日に、イベントをやるそうなんです。ぜひ、はい、セールスをぜひ来てください。ぜひ来ていただけたらなと思いますと、でね、直樹だっけ、ひろきですね。ひろきね。はい、うん、ずっと友達ですね。そう、ひろゆきくんなんだけども、ひろゆきは俺のお父さんですね。あ、お父さんか。お父さんですね。ひろあきだっけ。それは昔々にいなかったですね、知り合いに。ちょっと今探す、全然全部探ったっすけど全然いなかったっすね。ちょっと今日つがいた。ちょっと今日つまんないから。いや、そうじゃん。そうじゃん。サラーエイグーサラー絶対言いそうやけど、絶対あいつ見てんだから。絶対あいつは見てる。あいつやめろ。あいつやめなはれ。あいつは今はただの店舗運営スタッフやぞ。おーダメやぞ。もう何がやひろきくんね。はい、今日、あんた14日までか。そうです。14日までセレスに一緒にやってるんですけど、そう、今月で14日からちょっとまたいなくなっちゃうんですよ、セレスから。そう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 、うん、どこ行くんだっけ。まあいいや、一回ちょっと CM 挟んでもらっていいですか。そう、CM はあとどこ行くんだっけ。3年衛生組シャンパン先生。シャンパン入れたことあるやつないです。帰れ。コツが浮かぶやつ潰して下ろします。バカ野郎。あくたれ約束をするんじゃ。やっぱり AJ すごいね。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。
二の丸からお前なるほど、わーい泣きまして、うん、で、ひろきくったんだけども、はい、ごめんね、今、こいつが今、チンコ書いてて。今、指さしてる手で今、何してました、CM 中。社長、社長、社長。びっくりした。なんでお前、そんな流れ組んだと思ってるの。お前、打ち合わせ以外のことやんないだろ。ぶっ殺してやる。で、はい、うちのグループニュージェネビーキーやらせてもらってますけども、うちのグループ、まあ、4月か5月か6月か7月ぐらいに新店オープンします。わいの流れで、まあこの子が、まあ、新店で新店の人になるんですよ。そうだよ、うん、なんで、まあ、その間ちょっとこのね、なんで言うの、技術を盗みに今はセレスでね、そうです、ね、働いてるんですけども、今月から内勤になったよ。イエイイエイ、元気にやってるよ。イエイイエイ、キングのみんな初回においで。イエイイエイおいで、もっと言え、もっと言え、もっと言え、おいで、もっと言え、もっと言え、俺ヘルプするよ。もっと言え、みんな飲み直ししろとか言え。飲み直し煽るよ。いいよ、もっといいぞ、いいぞ。初回料金は2万円から。いいぞいいぞいいぞ。おい、はい、聞こえてた、俺の心のうちの声がもうすごく漏れてた。ドンペリ発注します。オッケー、やるぞ。危なー、発注もできるようになったよ。空港、空港においでじゃないわ。誰が空港においで。空港行ってどうぞ。空港じゃないわ、もう。空港違う、違う、普通に違うわ、もう。あれ、空港においでじゃない、空港でいいのじゃ、空港で指名できるのじゃないわ。全部空港になってるもん。全部空港になってる。全部空港やったもん。違うわ、もうやめて、もう違うからね。だからその新店のお店が、で、が、で、うん、で働く方になるんですよ。そう、うん、なので、まあその間ね、いて14までね。そう、うん、セレスでは3月の14日まで、いてくれて。そう、そうですね。そっからは、一旦次はどこ行くの。キング行くの。一回キングに行きます、うん、で、3月の末まではキングに行かれるんだけども。そう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 。うん。ほんとすごいね。何？できんすよ。うえぇ、聞いたか？うえぇ、お母さん見てる？こんなさ、気持ち悪いキャラのくせにさ。おい25歳でやることじゃないですよね。25歳の、ね、こんなキモキャラのくせにさ、なんか仕事できんのよ。まあ、間違いない。ね、ありがたや。びっくり。できなきゃよかったねと思ってんの。どういうことですか。できんのことですか。ひろきくんね、ひろきくん、新しいおもちゃじゃないんですよ。お見せとくれない大丈夫とか。そんなびっくりしながら言う。いや、もわかんないよ、もしかして俺らの話されてるかもしれない。あ、いやいやいや、そんなことないんだからな。おい、だぞ。セレスもバロンもそんなことないんだからな。おい、だぞ。おい、だぞ。やめてくれいいっつって。すごいぞ。で、ヒロ君がまあ14日まで行ってくれるんで、うん、まあセレスとしてはまあいるよと。で、14日まではね、ちょっと遊び来てくれたら嬉しいなと、ああいうところでございます。もう本当にホワイトデー。あ、そうだよね、ホワイトデーだもんね。ホワイトデーです。なんでね、よろしくねっていう話ですもん。おう、はい、あ、ぜひぜひね、よろしくお願いします、うん、ホワイトデーとかさ、はい、どうする、来なかったらってことですか。いや違うよ。いや、女の子にどうやって何返すの。あ、自分が返すとしたらのやつですか。俺、うん、全然もらってないからさ、10個もないのよ。待って、言ってますよ、結構クソなぐらいしかチョコもらってない。10個もないっていうことは8個じゃん。いや、十分じゃないですか。いえ、8個もプレゼント返さなきゃいけないってことよ。そうっすね。いや、もうそうっすね。8部屋買いましょう。8部屋。家？はい。家？家か。いや、かっこいいっすね。超かっこいいっすね、それ。え、なに？家買いっす。相手何？ギリチョコのキットカットで俺家買う。家買う。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。買いましょう。なんかさ、逆に惹かれない？え？よ。え、いや、ごめん。私そこまでじゃないんだけど、みたいな。今、気持ちになりそうじゃない？ちょっと中古マンション調べますね。いや、中古、お前はマジで調べてる。ほんと調べてるよ、お前。ダメよ。スーもね。スーもで。スーもでね。
2も行きましょう。アプリ入ってるんだ。ヒロキの ID が繋がらない。ヒロキ 1013K じゃなくて。嘘、うん、そんなバナナ。で、分かった。そしたら姫キングにしよう。ヒロキングびっくり。ヒロキング、お前アイディ変えてヒロキングにしろよ、お前。間違いない。確かに、あ、ヒロキングの方がいいよ。でケイキングとかにしろよ、お前も。ケッキングっていうクソみたいなポケモンいました、ね、バカ野郎、お前。あいつすげえ能力値高いんだよ。よくご存知でよかった。あいつ強いんだよ、すごい。ノーマルタイプのくせにな。やめなよ。そう。まあやっぱ特防はね。ちょっと盛り上がってますね。ちょっと盛り上がってますよね。最近さ、おはっさんの山ちゃん辞めちゃったからさ。あ、そうですね、うん、ずっと司会やってて、うん、やっぱポケモン昔好きだったから、はい、衝撃よ、ね、確かに。でガキの頃から見てたけど、うん、おはっさん辞めた山ちゃん19年やってたって書いてあって。そうなんですね。19年間よ。そんな年取ってそうっすよ。おはっさんやりだした頃から好きだったけど、そうよ、19年も経ったかと。確かにがっくりしたもん今。だからね、19年やってた番組を俺堂々とガキの頃から見てたの、始まった時から。わー楽しいなんて思ってたけど、19年経ってたでしょ。そう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 。なんかショックじゃない。いやー確かに早っ。びっくりしちゃってよ、びっくりしちゃってよ。19年、うん、あ、いいじゃん、番組とか言うからなんか、うん、いいんじゃない。確かに。ちょっと登場しなんか登場しましたね。スリッパさんの登場ガード、ちょっと一回こっちやろっか。確かに、ちょっとか、ちょっと大きめに寄りましょう。大きめに。いや、ちょっと微妙な事情で、すいません。ま、今たどり着きました。わーい、マキさん。マキ、はい、マキさんです。お会いしょ。どっち、こっち。こっち。あの、ここは久保さんです。第22、なんだっけ、22だっけ、22幕ですね。お、あの、この間と最近やったやつの宴の、重力の、一番強いやつです。イエーイ、おめでとう。勝ちました。勝手にいいっすかね、そんな一番強いなんて。まあ、僕らは、まあ、デブなんで、クマって呼んでます。うん、よいしょ、熊さん。よいしょ、熊さん。熊さん。よ、今に K より痩せてやるぞ。ああ。無理ですよ。K より細くなってる。あ、見に行ったってさ。おお、おっと、おっと、見に行ってくれた子がいるんすね。ね、嬉しいわ。社長も出るんで。もの珍しいね。社長も、ね。俺出んの。来年、姫木が出る宴のやつね。で、そういう、やろうよ。ストロー級でさ。あの、金でさ、勝てるやつやる。対戦者いるかな。最強じゃない、勝てないわ。俺が下手したら、シャドウやってたら勝てるやつやる。うん、シャドウで、あの、遠くで、あの、パッと。姫木は金で目くらましするなんてね。あ、まあ、それでも、まあ、今やるけどね。俺はすぐくらんで、ポコポコ。勝つならやるけど。ポッキングされても金だけは守りますから、ね、なんならギブアップしたらこれやるぞっつって、なあ、あの速攻立相手の頭にこう棒つけてこう金ぶら下げながら、おお、おれ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 、そう、結局お金のやつですよ。もう八百長とかすぐ乗るんだよ。マキのやつも全部俺が勝たしてたから。間違いないです。間違いないです。通りで無敗だ。そう、通りで無敗だ。毎回毎回対戦相手が弱いと思ってます。あー、そういうことだったんですね。東京は怖いところです。やばいっすね。すごい笑わせ。お前の対戦相手は全部俺金払っといたからな。やるたびやるたびさ、もうバカだなって思ってました、ほんとに。マキ、ありがとう。ありがとうございます。なわけねえだろ。なわけねえだろ。ほんとに。とんでもねえだろ。全部、金の話になってた。まずい。いやー、すいません、ね。イェーイ。イェーイ。試合終わった後、確かに対戦相手めっちゃうまそうなもん食ってたわ。あー。だろ。そういうことか。そういうことよ。まあけど、あの、なんかその、どうなの？俺さ、人殴ったことないからわかんないけどさ。はい。人殴るとどうなの？人殴るどうなのっていうよりかは、その
やっぱ自分が負けたらセレスを誰が守るんだってとこはありますよ。ああ、なるほど。かっこいいわ。おいそう。かっこいい。はい。はい。はい。よしこい。はい。はい。はい。よしこい。はい。はい。はい。かっこいいわそれ。俺もね思ったの。いや、俺が守んなきゃと思って。ダンベル買ったん家に。社長は金で守ってくれる。確かに。なんか危ないやつが出てきたら僕がもう体張って守るんで。いやいやいや。なんかやめろ、泣きそうになってきた。もうやめて、もう帰ってこれ、帰ってって。いや俺がお金ね。もう帰ってもう。では一番。ええ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 そう、やっぱ一番はそこっすよね。でも、知ってます？わし、プレイヤー辞めたから今日、あれが、これ、あれっすかね、ほぼ10日ぶりぐらいに飲むお酒ですから。あれ、そんな興味ない。ヒロシ飲んでなかったの、そんなに。そうっす、そうっす、そうっす。ずーっとレジやってたから、飲めなかったっすもん。ヒロシ、キャッシャー業務さんを持って飲んでるイメージが。やったことねえわ。やめろ。ほんとヒロシは給料に響くわ。ヒロシはほんとにヒロシ俺のおじいちゃんちゃうわ。ヒロキ何年か前に死んだわってやつでしょ。もう俺が小4の時や。さっき話した11年よりもっと前や。みんなで飲もうよ。何でしょ、4年前でも覚えてる。みんなで飲もうで乾杯。いえ、でもほんとにいえ今日ヒロキのおかげで行いました。俺がレジしてたからやん、それ。俺がレジしてたから、あなた安心して飲み行けたんやんって話。はいはい。はい、いただきまーす。社長、お話があります。社長。社長、お話があります。何？なんで、イエーイ！めっちゃホリデー。イエーイ！ウキウキだな、月棒。イエーイ！30秒前ですっていうの。イエーイ！イエーイ！社長、やっぱりお話があります。かわいいでしょ。折り入ってお話があります。かわいいでしょ。ってことで、ごめんなさい。今週はセレス会だったんですけども、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、21日とね、14日なんで、よろしくお願いします。14日と21日は待ってます。おかげさまで勝つことができたんで、毎日待ってます。そうしよう。またねー。そむいてビクビクしてて、つかめないような方を、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。